16のが緊張する。 道をのお茶目なトークこの番組は食文化芸術そして美容をテーマに女性のためのキャリア時代に合った生き方そして素敵な人生の楽しみ方をテーマに30分楽しくおしゃべりしてまいります皆様こんにちは8月12日11時半を回りました皆様ご機嫌いかがでしょうか 今日はですねうーんいつもいつも、えー、ライブ感満載の、えー、ライブ感覚で生放送なんですけれども今日はお盆ということで、えー、収録になっているんですね。なのでちょっとお天気の具合がちょっとよくわからないんですが、えー、今日うは、ね、8月の10日なんですよ、実は。まあ お天気まあまあいいんですけれどその当日はどうなのかよくわかんないんですけど台風近づいてますね皆さんお気をつけくださいませはいはい、えー、今日はですね素敵なゲストを迎えておりますはい。でもねちょっとその前に私のトピックスをちょっとおしゃべりしたいなって思ってます最近ですね20歳の女の子とおしゃべりしましたら固定電話を知らないんですよ 受話器の上げ方を知らないとってもびっくりです、えー、もうプッシュホンの数字を押して電話に向かって喋ってましたもうめちゃくちゃ本当に笑えちゃってその前にもうドッキリですまあまあそんな、えー、時代錯誤のこともありましたが、えー、今日は、えー、素敵なお客様をお迎えしております、はい、名古屋大須に本店を構えるアイ,ブランアイウェアブランドのモンキーフリップ代表の 騎士清流さんでございますえこんにちはこんにちは清流です今日はどうぞよろしくお願いします、はい、はい、どうぞよろしくお願いいたしますでは一曲目本人様からご紹介していただきますどうぞ、はい、聞いてくださいユーリスミックスでスウィートリームズアーメイドブディース 聞いていただきました、えー。とってもなんか素敵な曲でしたね。ありがとうございます、えー。この曲になんか思い出とかあるんですか？えっと、まあこれからちょっとモンキー・フリップのこととか喋っていくんですけど、そこにこうまあ関係するというか、今の曲って千九百八十三年の曲なんですよ。ものすごい古い曲なんですが、その頃って D.C. ブランドブームっていうのがあって、デザイナーズブランド、キャラクターズブランドっていうのがあって、僕たちが初めて そのアパレルとかにデザイナーがいるんだっていうのが分かったのが、その時代で、ちょうどその頃流行ってた。まあ、ディスコとか、まあ、そのところはまだクラブがなかったのであ、ありましたけど、あんまりメジャーじゃなかったんで、そこでかかってた曲なんですね。あそういえば、バブルの時ですよね、<ん>それってバブルのちょっと前。ちょっと前はい、一九八十三年なんで、<ー>バブル、そこから三四年後じゃないかな。 岸、はいえー、さんは、えーとね、オースであのアイウェアのブランドモンキーフィープを立ち上げてもう27年ということなんですよね。本いうことなんですよね。にすごくね昔からもう若い時から私もあのお世話になってここのメガネにこうお世話になってるんですけどもとっても素敵なメガネばっかりで27年やっぱり27年もやってくるとどうですか思い出とかも。 いやまあまあまあ、まあ、年の分だけいろんなところがあったりとか、まあ、こん最近でいうとコロナがあったりとかまあ昔で言っても目の前に競合店出てきたりとか昔あのマイカルというところがあって今、イオンになっちゃってますけどそこに入っている間にマイカルが潰れるとか、まあ、いろんなことはありますよね。 今の若い方はもうお勤めするとか、えー、お勤めしずにご自分で立ち上げるとかいろいろ考えられる方いらっしゃると思うんですけどこのブランドを立ち上げるっていうことになった時に何かこう何か経緯があるんですか特に眼鏡ということでいやあのちょっと冒頭でもお話ししたんですけど高校から大学に行く時にデザイナーズブランド DC ブームっていうのがあってかっこいいなっていうのがやっぱあったんですよね。 で自分も仕働くようになったらこういうブランドを立ち上げてみたいなっていうのはありました自分の中にただもうアパレルは飽和状態でもうその時に幼児山本とか川久保玲さんとかがどん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 いいブランド立ち上げちゃっててもうなんか入れないなっていうところがあった中で眼鏡だったらいけんじゃねみたいなのはあったんですよね。 なんかめちゃくちゃメガネがやりたくってメガネに行ったわけではなく自分でブランドをやれる余地があるとしたらメガネだろうみたいなところでメガネに入ったっていうのが正直なところですねでもあのこうモンキーさんのメガネってちょっと特殊じゃないですか、うんまあ、すごくご本人も多彩な方でねご本も出してらっしゃるしとってもご自分の表現 自分を表現するっていう形では表現者っていう中でのお一人だと思うんですけど、うん、このデザインっていうのはやっぱまあ,あの勉強ということで言うのであれば僕一応ちょっと美大出たりはしたのでそこでは勉強しましたけどでもどっちかというと自分が何を作りたいのかでその作ったものがちゃんとお客様にとって価値のあるものなのか といいううころの方が大きいでしょうねデザインができるできないより。はい、となんか27年やってきてき思いますもうこんな感じのこのメガネっていうのは何かに影響がないと本当にあの普通っぽくないので何、うん、かに影響されたってことはあるんですかそれはまあうちで言うとストリートカルチャーって言われているものでロックとか、まあ、さっきでいうユーリズミックスみたいなああいハウスのミュージックとか、まあ、ボーダースケートボード乗ってる子とか。 はい、あのバイカーの人たちとかタトゥーとか。そういういわゆるアンダーグラウンドカルチャーとかストリートカルチャーみたいなところから。なんていうんですかね、要素を引っ張りながらデザインをしてたりします。もう日々こう頭割れるくらい考えてますか。いやいや、全然。<laughs> 降りてくる方ですか。いや僕、あのう、大須で生まれて大須で育ってるんで。もう大須っていう街自体がそういうカルチャーの街なんですよね。はい、なので、まあ、大須で普通に過ごしていると、あ、これだな。 って思うみたいな感じですか、ね、うんお酢っていうとこうお着物とかね、うんあのー、ちょっとした違う文化、まあ、海外の方もいっぱいいらっしゃるしそんんな文化も取り入れてるんでしょうかいやいやもうそっちはあのおじいちゃんおばあちゃんにお任せして<ー>うちはもうあそこに、まあ、キッズって言われてるストリートキッズとかそういうなんかテイストが好きな人たちに向けて困難度をって出してる形ですね。 最初からもうメガネではなく、他にもありました？こうこっちも向こうでもいいんじゃないかなっていう、もう1本もうメガネのみっていう感じ確でした。ブランドになりたかったのはメガネですね。<ー>ま立ち上げの時はアパレルとかあの化粧品とかも使ってましたけど、ショップの頃はあの2年目ぐらいからもうメガネやろうと思ってメガネにぐっと集中していった形です。うん。まあ,あのまあ、メガネはもう何個持っててもこう。 ファッションのの一部っていう感覚なのでたくさん持ってらっしゃる方がいると思うんですけど先ほどお聞きしましたらこうカスタムとか、うん、こう個性ですよね、うん、個性をメガネに乗せるっていう感覚なんですかカスタムっていうのは今はもうそうですねもう昔はメガネ自体がもうちょっとこじゃれたメガネを持ってればそれでよかったみたいな時代から、うん、やっぱりそのグッズ自体があの男の子の文化の中ではカスタム文化っていうのが例えば楽器。 例えばバイク、車、あとデニムもスニーカーも今みんなカスタムし始めているので、だったらメガネもカスタムあるんじゃねみたいなことで今すごいカスタムっていうのを全面的に推さし,してます。やっぱりお客さん的には男性が多いですか？男性が多いです。<ー>はい。やっぱりちょっと個性的ですものね。90%ぐらい男性ですかね。やっぱりあのこうあなんていうんですか、彼女、うん、とかっていうにも。 合わせて、彼女も一緒にこう持ってかれるかと思いますか。あ、そうですね。あの女性の方は、まあ彼氏さんが紹介してくださったとか、もともとでも女性の方もロックが好きとか。そういう、まあタトゥー入ってますよとか、そういう方がお客様ですね。うんうん、あそうですか。キスさんの中では、こう憧れの人っていうのはあったんですか。こういう人になりたい。<ー>こういう人につけてもらいたい。こういう人に、こう、おしゃれにの。に つけてもらいたいとかいやありましたありましたちょっと今日ちょうど二曲目に皆さんに聞いてもらおうと思ってた曲が千葉祐介さんのいらっしゃるザバースデーっていうバンドの曲なんですけど千葉さんにはかけてほしかったですねかけていただいてますはあの一緒にプラボも何回も何回もあの出させてもらってて仲良くもしてるんですけどなんでこう自分がメガネやっててよかったなと思うのはそういう憧れの人と一緒に 眼鏡を作れるっていうのはすごいいいですねねああやはり、ね、いいタイミングで2曲目の、えー、お話が出ましたのでじゃあここで2曲目あのどうぞご参加ください、はい、あのご存知の方はご存知だと思うんですけど今千葉さんちょっと食道がんを患ってらっしゃってあの闘病中ですのであの絶対治ってくれよという気持ちを聞いていただいている方と一緒に届けつつ聞きたいと思います。で青空歌詞聞いてね、うん はい、2曲目聴いていただきました、えー、この曲もなんかちょっと私の世界ではよくわからない曲でした。けれども、<laughs> あのいい曲でしたね。ありがとうございます。<laughs> はい、えー、後半はですね、えー、今ね若いね。あの子達もこうお勤めするよりもこう自分の力で起業したいなっていう方も増えてきてますね。そんな方へのちょっとアドバイスみたいなことも聞きたいなと思います。はい、27年モンキーフィリップさんやってきまして。えー これは僕自分の力でやってみたいなと思った時期ってありますか？いやなんかうちは代々まあ商売をやっていたんで勤めるっていう感覚がなかったんですよね。なのでもう初めから勤め始める時から独立しようと思ってましたし、モンキーフィリップと前にすでに僕デザイン会社を東京でやってたりしたんで潰しましたけど、ななんかあんまり特別な感じはなかったです。お家は何をやってらっしゃったんですか？まあ宝石屋やってました。 あやっぱりそういういアクセサリー関係ですねまあ全然関係ないですけどねあの別にあの宝石屋やってたからメガネやったわけじゃなくて前半にも話しましたけど勝機があるかどうか勝てるかどうかっていうのを考えたんでなんかこれからあの商売っていうか独立されたいなっていう方僕の周りにもすごくいっぱいいるんですけど大体これもシビアな現実なんですが。 独立された方ののうち以以上は1年以内に辞めるんですよ続けられないんですよ大須、ねうん、商店街もたくさんの店が出てきてでももう1年以内に辞めていく店がたくさんあるんですがその続く店と続かない店の大きな違いは自分の好きなことでやってるかちゃんとそこにビジネスチャンスがあるかを考えてるかってすごく大きいんでそれ考えてもらったらいいんじゃないかなって思いますね。 ただ岸、えー、さんの場合デザイナー兼やっぱり経営者でもあるわけですよね。はい、それってやっぱりあの経営とデザイナーと両方できるっていうのは素晴らしいことですね。なかなかやっぱりアーティストアーティストをこう、ね、のめり込むまあそれであれば自分で独立するっていうより誰かと組む人を見つけた方がいいですよね。 起業するってことは全部自分でやらなきゃいけないっていうことなのでまあ僕の場合はたまたまデザインでしたけどそれがサービスだろうが飲食だろうがあの作ることができてちゃんとお客様に喜ばれる経営もできるっていうところがないと厳しいかなって思ったりします。ななかなか難しいいででですすよよねねそそそういうのもも、ねうん、個だけそれでもやれれやるるコツははあん めちゃくちゃゃくくく働働人の3倍5倍働く僕言われたんですよね独立する時にどんな才能のない人間でも勝てることがある人の3倍働け絶対勝てるからって言われてそれでまあ僕もやってきたみたいなのがあるんでただ寝ないと体力が持たないよねそんなこと言ってたら起業できないって言われたんです僕らの時代は。 あの今と違って起業するのってすごいお金がかかったんですよね店を作るとかにしても1,000万2,000万ってお金がかかってきたんでそのお金とね寝ないのとお前どうだみたいな話だったんですけど広告もねやっぱり今と昔とでは違いますものね今もネットですからね,ね、うん、もう世界につ、ね、ながってしまうからあの今の若い方は 有有利利っって言ったら有利ですよねあ今の若い方はチャレンジして失敗してもまたすぐできるじゃないですか、ね、ネットの企業だったら変な話も本当に1万円もあればできる商売もありますんでやってみたダメだったでまたやってみたっていうこともできるただそうなのでちょっと僕らの時代から比べると覚悟の量が減ってるなっていうのもあるんですよ。逆に言うと めちゃめちゃ覚悟を持ってめちゃめちゃ働いたら勝てるってことですよね。今の人ってあまり勉強しないじゃないですか。こう一つのものに対してこう深くこう勉強しようっていうその向き合い方って昔と違うような気がするんですけど。うん、情報の入り方が違いますもんね。もうあの日々情報にさらされてるんで、その中からの取捨選択よりも与えられているものを与えられている方が楽ですからね。一般的にこう。 全体的に言うと浅く感じるんですけど私もやっぱりこうものづくりのところにいるので考え方が浅いなとかもっと深くこう勉強して物事に取り組んだ方がいいんじゃないかなと思う時があるんですけど。となるとそこがまあ一つのものに深く取り組みながら誰よりも働けば起業しても生き残っていけるっていうことだと思うので。 あんまり難しく考えるより、単純に考えて、とにかくやったほうがいいんじゃないかなとま。まやるのは自分ですからね。はい。ね。まあ、岸さんもそう思います。そうですけれど。まあ、私、なんかも言いませんけれども。人と同じことやってたら、負けるかなとか思うんですが、いかがですか。人と同じことやっても、人の3倍働いたら勝てます。働かなきゃいけないんです、ね。働かなきゃいけないです。あ、ものすごく才能がある人は別ですよ。 才能いっぱいいいあるじゃないですかいやいやいや,いや僕レベルはもうとにかく働くことで才能が磨かれるというかエッジが立つのでまあだからそうですよねだか楽したいから起業するっていうのはあんまりおすすめしないです頑張ってバイアウトして楽するっていうのはあるかもしれないですけどねお勤めするとやっぱり時間から時間ちゃんとこう会社に行くとかなんかやんなきゃいけないじゃないですか、うん、そういうことは苦手ですよね。<laughs> なことないいやいや苦苦苦手手手でですすよねめ <laughs>、まあ、めちゃめちゃゃ、うん、私も苦手なんですけど <laughs> やっぱり時間から時間必ずそこにいなきゃいけないっていうのはまた同じことを毎日やるってことができない、うん、そういう方はやっぱり起業した方がいいと思いませんか、まあ、そういう人は頑張れる素質もあったりするのでいいいかもしれないですね,ね、まあ、この業界で、まあ、どうだろう,こう憧れた人っていうのはあります 業界、業界というか。僕はあの、さっきちょっとご紹介いただきましたけど、本を六冊出させてもらってて。はい、うん、その一冊目の本がフォレスト出版っていうところから出てるんですけど。そこの社長はね、ちょっと僕はああいう生き方したいなって思ってますね。あ、どんな生き方なんですか。いや、もう六十七かな、六十五かな、間違えると怒られちゃうかもしれないけど、破天荒なんですよ。あ,ああいう破天荒な感じで生きていきたいなっていうのは。 すごく思ってます。破天荒は負けないじゃないですか。いやいや、全然、全然、まだまだです。負けてないと思いますけど、<laughs> ありがとうございます。<laughs> 破天荒ってことは、まあ、ちょっとアウトローっぽいって感じですかね。まあ、別に、その、ね、アウトローの方に行かなくても、人生が崩れてるみたいな感じ。<laughs> なんか、ね、バカだな、お前って言われる人生を送っていきたいなと。と 思ってますまあ人生長いようで短いですからねもう終わり見えてきてますからね,ねまだまだ大丈夫ですよ <laughs> もうただ一回きりだからやっぱりあれやっとけばよかったこれやっとけばよかったっていうのはやめたいよねやめたいですね、うん、やっぱりやろうと思ったらその時今でしょうじゃないですけどやった方が後悔はないような気がするんですけどはい そのためにも寝ないってことが重要かもしれない <laughs>。なんだどんな締めくくりだみたいな <laughs>。<laughs> ではちょっとね、さあもうね終わりも近づいてきたので、えー、モンキーフリップスさんのこうイベントとかなんかご紹介ございますか。ありがとうございます。あのちょっと冒頭の方でもお話し,しましたが、カスタムっていうのに今力を入れてまして、モンキーフリップちょうど今 カスタムグランプリの抽選をえ応募をやっております。モンキーフリップのホームページに行っていただくと、ここから応募してねっていうのがありますんで、ちょっと覗いていただいて、カスタムこんなんだぞって思って、これいいなっていうのをポチッと押してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。ホームページはえっ、ー、とモンキーフリップでカタカナで検索してもらうと出てきます。はい、そうでございます。皆さん、アイウェアがもうすごく好きな方、ぜひあのオースに。 あお盆だからねお盆休みはどうですかないですあるわけないですあ,あ,るい <laughs> あるわけないそうです、えー、大洲のどこのどこらへんですか番組通りの真ん中ですね米本さんから近いところにあります黒いお店と赤いお店っありますよねあります。二つあるんですよね、はい、なので黒いお店の方が、はい、が本店なので ぜひこういうのが欲しい人はあのお求めの方本店へお願いします。ぜひあの本当に粋なおしゃれなちょっと変わったメガネですけど、えー、この機会にぜひ年配の方からお子様までぜひ、えー、っと覗いていただけると嬉しいなと思います。 はいもう本当に短い時間でしたけど吉田さんありがとうございました来月は9月9日また素敵なゲストを迎えして道代,道代の著名なトーク佐藤道代が、えー、皆様のお耳の、えー、お相手をさせていただきますぜひまた来月お耳にかかりましょうアラポシェン